この一球に思いを込めて。絶対アウトになれない戦いがここにある。無茶ぶりドッジボール。佐藤、前田、ルール説明よろしく。ルールは通常のドッジボールと一緒です。ただしアウトになったメンバーにはきつい無茶ぶりが待っているので、皆さん頑張ってください。わかったか？はい、自信はありますか？うちにはドッジボールクラブがいます。え、マジで？ドッジボールクラブ2人います。おー、強い。こっちにも有利やです。おらんの、こっちにはドッジボールクラブ。ちょっと大嫌い。何や嫌いですか？違う、本当に私ちっちゃい頃顔面ずっと狙われたんですよ、男子。それいじめにやってないか？うまい、大丈夫。完全にいじめられとるやんけ。さあ、それでは試合開始と参りましょう。さあ、これはですね、おみくじ形式で無茶振りが書かれたボールが飛び出すマシーンを。そんなマシンがある。こちらです。どうぞ。え、来た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 。これこれをね、ボーンってやったら、これボーンってできるから。お題が、おー、いきますよ、はい、じゃあ最初の無茶振りお題いきましょう。こちら、おお、ビリビリ低周波。これをね、両手につけまして、はいはいはい、牛乳をブルブル触れながら飲んでいただきます。飲めるかな。果たしてこの2チームの中で初めに無茶振りの餌食になるのは一体誰だ。それでは参りましょう。汗が出るよ。さあ、まずはジャンプボール。ボールをゲットしたのは長身宮澤。高橋は両手投げだ。早くもパニック状態になっています。獲物をじっくり狙う渡辺。大きくそれて相手ボールに。おっと、秋元外野横から全力投球。これはいけません。ストップ。秋元のボールは一直線にひな壇へ。あそこ関係ないやろお前。これは避難続出だ。いくらお前ね、自分が顔面当てられよったからってな、あんな止まってないぞお前。危ない、危ない。腕力ゴリラやないか。どうせお前。さあ、仕切り直して試合再開。どうぞ。ボールを持ったのは高城。まずは外野へパス。パスして、パスして。外野の渡辺は内野へパス。そして高城が決めた。最初の犠牲者は運動音痴の小島。高城が投げた球は的確に小島の膝にヒット。ということで、両腕に4箇所低周波をつけて牛乳をグビグビと飲んでもらいます。お前は当たったのが悪いよ。これ、それでは無茶振りのお時間です。よーい、スタート。あ、いた。何こぼ、おい、ほんとや。何、どうした、何よ。低周波のビリビリで牛乳こぼしまくり。さあ、次の犠牲者は一体誰だ。さあ、はい、それでは続いての無茶ぶりを見てみましょう。続いての無茶ぶり、こちら。おお、勢いがいい。出てもらう料理。さあ、ボールを持つのは運動神経抜群の大島。そして狙うは高城だ。しかし高城、これはナイスキャッチ。さあ、お返しに柏木を狙うが、これはセーフ。早いよって。不敵な笑みを浮かべる渡辺。この動きは一体なんだ。そこでのパフォーマンスはあんまり見ないぞ。結局内野へボールを戻す。そして元ドッジボールクラブジリナの剛速球だ。ボールは2頭から高橋、高橋から峯岸、峯岸から、おっと、高城の膝に。ここで高城撃沈。これは意外です。先ほどナイスキャッチした高城ですが、峯岸の奇妙なフェイントに惑わされ、あえなくアウト。さあ、下手者のお時間です。高城どうぞ。いや、これ秋田マジ、これはね、頑張るしかいないから、うん、これはね、なかなかのものだと思いますよ。ゲテムの料理はこちら。太古のさなぎの揚げ物。
として使用してるらしい。ちゃんと栄養あるって。これな、これ3つ食べたらな、卵1個分の栄養あるらしいよ。それではお召し上がりください。これ実行の言ったらいいよ。パクリって言ってみ、口入れたろうか。いや、これは自分の力でやります。おー、さか、さか、くっさい。忙しいな、感情。次、行きます。はい、行こう。おー、偉い、痛い。どう、痛い。どうした、噛めない。おー、噛みよう、噛みよう。お、え、一瞬美味しいのかと思いきや、やっぱり撃沈。さあ、ただいま5対5の同点でございます。高城が当たったんで代わりに外野の渡辺が入りました。はい、はい、さあということでですね、続いてのお題いきたいと思います。皆さん、お題どんどん変わっていくと思うでしょ。はい、はい、同じお題来る可能性ありますから、さあ何が出るでしょうか。続いてのお題はこちら。お、風船爆弾。こちらをご覧ください、どうぞ。VN のナチですね。ちょっとずつ膨らんでる。風船が膨らみます。で、膨らんだところである程度で私が針をブーンと刺して、これで風船爆発と。はい、じゃあナチもう OK です。はい、ナッチ、それですか。はい、サンドパーチ、おいしくないで割ってくんないですか。ナッチ、おいしくないです。ナッチ、おいしくないです。はい、もう大丈夫、大丈夫。やばーって、みんな分かったよ。分かった、分かった。はい、じゃあゲーム開始します。ゲーム開始します。はい、帰ってください。マジ、おいしくない。髪型大丈夫ですか。よーい、さあ、ドッジボールクラブ倉持がなんと柏木を秒殺。これは恥ずかしい。早かったな。早っ。お願いします。風船爆弾、柏木が走った先にいた大島もまさかの二次災害。さあ、残されたメンバーはあと9人。無茶ぶりはさらにエスカレートします。続いての無茶ぶりはこちら。おはぐろ、おはぐろ。さあ、おはぐろ、これ分かる、どういうことか。おぉ、ナチュ、ちょっとわからないようだからさ、あちらの4カメに向かって、せーの、はい、こちらでございます。アイドルにはありえないメイク。うわぁ、なに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 、なになに、なに、やだ、頑張ってください。よーい、さあ、ボールは秋元から。これはすごいパワーボール。そして柏木の投げた球、相手チームへ。高城、一度内野へボールを戻して、宮沢から秋元へ。おっと、落としてしまった。しかも肘強打。ボールのダメージより肘のダメージが上がったら今。ボールを難なくキャッチと思いきや、弾いてしまい肘から落下。これは痛い。おはぐろはやってもらいます。絵の具みたい。うわ、黒い絵の具。どういう意味だよ。似合いそう。さあ、おはぐろを塗った秋元はどんな仕上がりに。せーので、みんなに歯見せてあげて、せーの。初じゃないですかね。お父さんに似てる。最後の、はい、最後のお父さんに似てる。最後のお父さんに似てる。お父さん泣くぜ。それでは続いての無茶ぶりに行きましょう。はいよ。続いての無茶ぶりはこちら。
りが早食い。スイカ食えない。スイカ嫌い。こちらのスイカを一気に食べていただきましょう。よーい。ボールを持った峯岸、ゆっくりと進んで、はいはい、アウト。渡辺を瞬殺だ。当たりました今。え、とぼけるんですか。当たったよ今。当たってない。いや当たったやろ。弾きました。おい、ちょ、ラインズマン佐藤、おい、これどうやこれ。てめえ、佐藤さんがアウトっつってんだから、アウトに決まってんだろ。佐藤、そこまで言わんでいいよ。アウトじゃーん。わがままは通用しません。さあ、渡辺、はい、これお前分からんやろうから、はい、ちょっと清手のお手本見せてもらうわ。はい、お願いします。これね、昔な、もう志村けんさんが、俺もそうだよな、俺ら子供の頃な、もう世代がそうだもん。うん、志村けんさんこれ 2,3 秒でいくからね、これ。これすごいよ。 2,3 秒でいかんと、これ。じゃあ清手さん、はい、お手本見せてもらっていいですか。はい、いいっすよ。じゃあスイカ早くよ、お願いします。そんぐらいでいかんと。さあ、志村さんばりのスイカ早食いができるのか。頑張ります。スイカ早食い、よーい。あれ、うん、遅い遅い遅いよ。出すな出すなって、食って渡辺、早く食って、 2,3 秒で食っていかんと、ほら食って、早く早く早く、グッと、グッと、グッと、ほら食って、種も全部食って、食って、早く早く早く。これただ美味しくスイカいただいてるだけじゃない。記録23秒05。遅すぎです。続いてのムチャブリはこちら。恥ずかしメイク。おいだ。さあ、お前らの顔にありえない恥ずかしメイクをしたいと思います。あららら、ありえない顔になるのは一体誰だ。ドッジボール、よーい。ボールを持つのは高橋。そして、おっと、これは見事なフェイント。高橋、意表をついたフェイントで2投を瞬殺。アウト。絶対見られたくないとっても恥ずかしいメイクとは、泥棒メイク。果たして2投は清人の手によってどんな泥棒に変身するのか。泥棒メイク完成しました。はい、いきますよ。はい、3、2、1、どうぞ。あれあれ、見た見た、自分で自分で自分で見た今日は、収録終わるまでずっとそれ、あなたそれだからね。どうした？面白い。すごい入った。なかなか笑い出してみませんからね。一応これでも紅白にも出たアイドルです。外野にドロボールな、あれ。外野にドロボールな。そうですね。気をつけろよ。ドッジボールしようとき盗まれるかもしれんけど。気をつけとけよ。外野の泥棒を警戒しつつ、次の無茶ぶりに参りましょう。はい、続いての無茶ぶりのお題はこちら。無理やり変顔。え、何無理やり。さあ、まあ後で説明いたしますね。お前らの代わり無理やり変顔にしていきますのでね。よーい。ボールを持つのは再び大島。そして外野の泥棒がなんと松井ジリナ向きを臭い。アウト。泥棒2頭が松井の命を盗みました。泥棒がみんなに愛され始めた。みんなよう考える泥棒や。さあ、無理やり変顔とは、ジュリナにやっていただく無茶ぶりは、セロハンテープを使って、変顔を作ります。じゃあ、そうですね、はい、肌が若い方がいいんです。あ、そうなんですか。モノマネ芸人御用達のセロハンテープでどんな変顔になるのか。いきますよ、3、2、1、どうぞ。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。いつも通り、あの劇
場にやるよみたいにちょっと自己紹介して、その顔で1,2,3,4 ご一緒に6,1,8,9ジュリナ。ジュリナじゃない。さあ勝負も大詰め、残り5人に出される次なる無茶ぶりは、恥ずかしメイク。またきた。二頭の二の舞になるのは果たして。いきますよ。はい、よーい、スタート。さあドッジボールクラブ倉持ちがスピードボールで大島をノックアウト。おっと、これはどうした。あれ、今のどうなるんですか。トントンって。ダブルダブル。え、嘘。今のシーンをもう一度チェック。すると大島の膝を直撃したボールはなんとノーバウンドでそのまま峯岸にもヒット。まさに無茶ぶりの神様が起こした奇跡のダブルアウト。ということでこれは当然ダブルで恥ずかしめいく。アウト、ダブルアウト。さあ変身のお時間。さあということで2人には、ダブルアウトだったんで、恥ずかしメイクしてもらいます。一体どんな恥ずかしメイクになるのか。結構塗ってる、ね、結構塗ってる。いやいやマジでやばい。はい、じゃあメイクの方が完成しました。 3,2,1 で振り返ってください。いきますよ。 3,2,1 どうぞ。この後2人一緒にお披露目です。じゃあメイクの方が完成しました。 3,2,1 で振り返ってください。いきますよ。 3,2,1 どうぞ。さあということで、はい、今回はですね、赤チームの勝利。無茶ぶり MVP は完璧に泥棒になりきった2頭に決定。フレーズミュージアム、それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は、今回のテーマは行きつけのファミレスの店員さんに言われたい一言。まずはペンネームケイタンさんの作品、行きつけのファミレスの店員さん渡辺真由に言われたい一言。昨日一緒に来てた女の人、彼女さんですか。違う違う。見えた。あ、ちょっと最近取り憑かれててさ、お祓い行かなきゃ。完全に僕に好意があります。続きまして、ペンネームシノモンタンさんの作品、行きつけのファミレスの店員さん倉持あすこに言われたい一言。口にケチャップついてますよ。ちげえよ、これ昨日歌舞伎町で暴れたんだ。今回もいい作品が揃いました。さて今回私が採用するのは、こちら。いや、あんなこと言われましたらもう完全に僕はメロメロですね。じゃあ没作品は、うわー、いやだー、ね、クラム、いやだ。でもあなたプロレス好きですよね。はい、大丈夫です。ダンプ松本メイクできます。あ、じゃあお願いします。お、髪の毛ちょっと大丈夫ですか。ほら、おぉ、きた。うわ、なんかちょっと嬉しい。倉持のツボが分かんないですね。今回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズは番組ホームページで好評配信中。どうぞご堪能あれ。さあ
2月17日発売のニューシングル桜のしおりのカップリングナンバーマジスカロックンロール、いつもと違うメンバーの表情をどうぞ。マジにならなきゃ勝てねえよ、いくぜ。締め切りは3月1日、詳しくは AKB48 オフィシャルサイトで。次週ダブル祭りが真っ向勝負。私がスタッフさんに何かをしてほしくて、そしたら泣けばいいんじゃないみたいなこと言われて史上最悪の暴露合戦に。この番組